東海道物流新幹線構想とは、かつて2008年に検討された日本の鉄道路線の建設構想である。通過ルートとなる中央分離帯の状況中央付近の右橋梁は、完成6車線規格で、試行済み日本の物流の大動脈である東海道ルートで共用、または建設、計画中の新透明高速道路や、 新名新高速道路などの中央分離帯などを活用し物流専用の鉄軌道を敷設し、貨物列車を運転する構想である。CO2 排出量の削減などを目的としたモーダルシフトの実現に向けた構想のため2008年2月に JR 貨物や道路運送事業者の業界団体関係者を含めた有識者による東海道物流新幹線構想委員会が設けられ、 検討が行われた。新東名新名神が予算の削減などを理由に6車線から暫定4車線による整備計画に変更され、新名神の亀山西 JCT 大津ジャンクションの一部区間などに鉄軌道を不設しうる広大な中央分離帯が生じたことを逆手に取った構想であるが、2020年12月現在では、新東名の御殿場 JCT 浜松稲佐ジャンクション、 関の全線6車線化が完成し、残りの区間についても6車線化に向けた本格的な調査が開始されているため、東構想は事実上消滅している。2008年6月にまとめられた構想によると、複線電化の鉄軌道を自動、無人運転による最大25両編成程度の貨物列車を運行し、1日あたり約20万トンの輸送をまかなうとされている。以下は、 同構想による。このように構想名に新幹線とついているものの、新幹線規格による整備が構想されているわけではなく、あくまで新しい幹線の計画である。注釈出典。ありがとうございます。